こんにちは。今日は2024年2月の12日月曜日です。昨日が日曜日の建国記念日でしたので、今日は月曜日で振り替え休日です。今日は快晴で、とても2月にしては暖かいです。まあ、いつも2月の中旬になるとイチジクの剪定をやります。そのことについて今日話したいと思います。イチジクはよく実がならないとか言われる方もおられますが、一番大切なのは2月に剪定をすることです。剪定をすることによって、夏たくさん、また秋にはたくさん実がなり食べることができます。ですので2月の剪定は必ず、これは毎年やるようにしています。で、今日やったのはですね、これがホワイトプロリフィックです。これは夏と秋に実が両方なります。ですので夏もなるように、ちょっとこういう昨年出たところの枝は残しておくと夏もなります。ただですね、やっぱりこう深く切ると、まあ、ここからは秋からですね、秋になると芽が、枝が出て、そこは秋の実がなります。で、夏の枝って実っていうのはですね、まあ、比較的大きいですけれども、味がちょっと悪いで、秋になる実はですね、実はちょっと小さいんですけれども、実がとても美味しいです。ホワイトプロリフィックはこのようにして、剪定しました。剪定するときはですね、こういうような剪定バサミを使ってこう枝を切っていきます。で、切った後はですね、いつもこういう市販のトップジン M という、まあ、こういった橙色のですね、ペースト状のものをこう塗ると、まあ、殺菌して、ばい菌とかですね、害虫から、守ることができます。ただこれはですね、手につけないように気をつけるのと、まあ、新しい芽のところに塗ると芽が出てこなくなりますので、塗るところは最小限度に塗ってください。これがホワイトプロリフィックですね。で、これがドリーミースイートで、これはイスラエルとも言いますが、まあ、これは秋専用の白いちじくですので、まあ、どちらかというと深く切った方がいいと思います。夏にもちょっと枝を伸ばしておくとですね、食べられることは食べられますけど、ほとんどこれは秋の植物、イチジクです。で、これがドリーミースイートじゃなくて、これがですね、ビオレソリウスです。フランスの黒いイチジク、まあ、黒いダイヤとも言われますが、これは秋が主に食べられます。でも夏もですね、ちょっとだけこう先に去年できた枝を残しておくと、夏もちょっとだけ食べられますので、まあ、早く食べたい方はこういった夏の昨年出た枝をですね、残しておくといいと思います。ほとんどはもうかなり深く切っておくと、秋の方がですね、実がちょっと小さいですけど美味しいです。で、今回、切った枝としてはですね、まあ、こんな、これがドリーミースイートがこのぐらい切りました。で、これがビオレソリウスがこんだけ切りました。で、ホワイトプロリフィックはこんな感じで、まあ、かなり去年伸びた分を切るというぐらいが一番いいと思います。ですので、ちょっと思い切って切ったりするといいと思います。で、今回ですね、ちょっとびっくりしたのは、ビオレソリウスを剪定しているときに、このようにですね、中に虫がいて、幼虫がいて、害虫にやられている枝がありました。これはですね、まあ、白いカミキリムシを防ぐための薬を塗ってたんですけども、まあ、それにもかかわらずですね、こういった幼虫が入っていたっていうのはちょっとショックでした。まあ、他のところもですね、こう枝を切ってみると、こう穴があって、こっちにもこう穴があって貫通して、中に虫がいて食べてる。まあ、これは本当、カミキリムシとかですね、そういったものの類じゃないかと思います。ですので、よく注意深くですね、剪定するときに
中に虫がいないかとか、そういったことも確認する必要があります。以上で今年も剪定を終わらせて、毎年3月はですね、2年に1回植え替えをしますが、昨年植え替えしましたので、今年は植え替えはしない予定です。今年もですね、たくさん3種類のイチジクがなってくれるといいなと思います。以上で終わります。